それでは聖書を開きましょう第一コリントの15章の12節から読んでいきましょう。来週からアドベントシーズンが始まり、まあ、12月に入ってしまいます。そしてクリスマスを迎えるんですけれどはや2018年が過ぎようとしていると。 いうことでありますがアドベントシーズン、えー、日本人の心が広く開かれているこの時期に福音を伝えたいですね。第1コリントの15章の12節からところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるんですか もし死者の復活がないなら、キリストも復活されなかったでしょう。そして、キリストが復活されなかったなら、私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものとなるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。 なぜならもし仮に死者の復活がないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが私たちは神がキリストをよみがえらせたといって神に逆らう証言をしたからですもし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえられなかったでしょうそしてもしキリストがよみがえられなかったのならあなた方の信仰は虚なしくあなた方も今 なお、自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこのようにやって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死人の中からよみがえられました。こう書いてあります。 ここで実質といいう言葉が使われています宣教の実質、信仰の実質、罪の許しの実質、希望の実質、命の実質、何が実質であるかと。で、パウロがコリントに来る前に彼はアトナで伝道をしましたね。ですから、まあコリントはアテネの隣の都市大都市ということはできると思うんですが。 今から2,600年ほど前に哲学というのが爆発的に起こったのがこのアテネでありますけれどまあその中で最も有名な人はソクラテスで哲学の父と呼ばれておりますがその弟子はプラトンといいましてこのプラトンは私たちが見ている世界っていうのは影なんだよと言いましょうか。 私たちの住んでいる世界が影だと言わないんですけど私たちが見ている映像は実は実体ではなくして影ののよよようううななもをを見ているんだよというような表現ししましたそして型というものがあってフォームというものがありましたイディアというものがあるとかそういうものがあってメタフィジックスという言葉を使ったんですがメタフィジックスのはメタっていうのは後でという。 フィジックスは物質物質はあとなんだよという意味で先に何かがあった型があったと考えたわけですね。最も有名な言葉はロゴスでありますがロゴスというのは言葉とも訳されるしデザインとも訳されるし現実とも訳されるし計画とも訳されるし道とも訳されますがとにかく型があったんだ。まあスーツを作ったりシャツを作ったりする時に。 まあ型に合わせて切るわけですよねですからまず型があってあるいはデザインがあって建物も建つし洋服も作られるわけでありますけれどまず型があったんだよ、まあ、馬という型でもデストという型でもいいんですけどそういうような形というものがあって実際我々が見ているものはそのあとでメタフィジックスなんだよこういうような「刑事情学」と日本語ではかえって難しい言葉になりますけれど。 でヨハネはこのギリシャ文化に説教しなきゃいけなかったユダヤの国は小さい国ですねイスラエルの国は小さい国イエス様が全世界に出て行って全て使えるたものに福音を述べ伝えなさいっていうそしてその当時の、うん、全世界はローマが支配した全世界であってしかし文化はギリシャが支配していてギリシャ語が使われていて今日英語は頻繁に使われるようになりましたがしかしほとんどの人はまだ 英語ががれないんですがその当時はほとんどの人がギリシャ語をしゃべれるというギリシャ語がしゃべらないとうまく生きていけないという時代だったそれほどギリシャ文化というもので覆われていたんですね。ですからその中で最も有名な言葉が「ロゴス」でありましたからヨハネは伝道するにあたってなんとかしてこのヘブライニズムユダヤ人的な感覚を ヘ、えーえー、レニズムにこう変換しなきゃいけない時に最も有名な言葉を使ったロゴスというものが使ってロゴスは初めにロゴスがあったんだよロゴスは神と共にあったんだよそしてロゴスは神だった全てのものはこのロゴスによってできたできたもののうちこのロゴスによらないものがあったこのロゴスに命があったこの命は人の光であったと言ったわけですね。そしててこのロゴスが肉体を取って我々に ロゴス became a man.The word became a man. この言葉は肉体をとって人となったそしてキリストが I am と使った時に実はお前たちが使っているロゴスという言葉は I am 私なんだ。私がロゴスだよ。そしてこのロゴスによって全てものが作られそしてロゴスによって命があったんだよね。I am the life. 私は命だ, I am the resurrection. 私は勝つだよ。お前たちが真剣に求めている究極的な現実、我たちは究極な現実を求めているけれども、実を言うと、私事が究極的な現実で、何が初めにあったかというと、I am 私が初めにあったんだよこういうふうにキリストは語ったわけですね。初めにあった。これをギリシャ人たちが求めている いたわけですが、興味深いことに量子力学の世界で求めているものは全く同じであって初めに何があったんだということを求めています。初めに何があったんだとそして今日の量子力学者たちが初めにあったものは情報物質物質の物質を極めていった時に最終的に現れるものは情報であろうと言われてる情報であろうと。 そしたら初めに言葉があった言葉はまあ情報ですものねもう2,000年前にヨハネは答えて初めにあったものは言葉だよと情報なんだよとそしてこのインフォメーションというのはイエス・キリストご自身だそしてこのイエス・キリストが命そのものだということですねパウロも万物は 巫女によって作られ巫女に会って作られ巫女と共に作られ巫女のために作られ巫女を通して作られたんだよとそしてこの巫女がよみがえって今やあなたの中にいますキリストでありそれがあなたの希望であり栄光なんだとこう言いましたよねでここにおいてこのコリントに伝道してパウロが去って今やパウロはエペソで伝道しているわけでありますけれど どうもいろいろな教えがあってですねまあ新しい教会ですから、まあ、教えは浸透してなかったということで死者の復活がないキリストも復活されなかったみたいなようなことを言う人が現れたわけですね。で14節を見ると「キリストが復活されなかったら私たちの宣教は実質のないものになるんだあなた方の信仰も実質のないものになるんだ」と。 サブスタンで結局このギリシャの哲学者という者たちは何が実質なんだろうかデモクリトスという人はもうすでにアトムだって言っていんです、ね、すごいですすすねねごアインシュタインが量子力学の父と呼ばれてますがいやもしかしたらデモクリトスが量子力学の父全てのものはアトムによってできたそしてその議論はですね たった一つのアトムなんだろうかそれとも多くのアトムなんだろうかとこういう議論がなされていて今物理学的には多くのア,ダムアトムだというふうになってますけれどしかし最後の最後の最後の極めた時にいやそれは唯一アトムという言葉は使わないにしてもそれはキリストだったんだという唯一のものから全てのものが作られたんだというね。 ところがもしキリストがよみがえられなかったら宣教は実質のないサブスタントのものがないいわゆる宗教人間が考えて頭のいい人が作り出した宗教に過ぎないということですね信仰も実質がないそれは教えはある教理はある哲学があるでも実質はないそして信仰もそうですけど 罪の許しも実質はないただ私たちは許された許されたと言っているだけで現実に許されるわけではない希望なんか天国に行けつたって実を言うと我々こそ一番惨めなものなんだ実際天国はないしキリストはないしキリストの蘇りがあったら実を言うと我々は一番惨めで教えばっかり持っているだけで実質がないものになるということでこ,こで我々質問しなきゃならないのは 私の信仰は実質があるのか、私の罪の許しには実質があるのか私の希望には実質があるのか私の宣教には実質があるのかというそれでもしあなたがキリストの復活によって生きてないならばそれはもう宗教をやっているにすぎないです。 この言葉に命があった。この言葉に命があった。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は、信じても生きるんです。生きていて、私を信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるかって、イエス様が言いましたよね。私たちはいつまでも死なない永遠の命を持って、この体は滅びますけれど、私たちが持っている命というものは、永遠に生き続けるところの 命をもってこのヨハネの福音書の結論は私がこの本を書いたのはヨハネの福音書を書いたのはあなた方が、えー、巫イエスキリストを信じるためであり信じて命を得るためである。キリストはは私が来たたのは羊に命を与えるためだですからこの命によって生きてなかったら実質はないということです私たち宗教だけで。 キリスト教をやってるだけで人生のいざとなった時にキリスト教は役に立たないですあなたを助けるのはイエス・キリストですね生けるイエス・キリストがあなたを助けますけどこのようなキリスト教の教義っていうのは実際は役に立たない実際必要なのは命ですからパワーですからエネルギーや愛や喜びが必要なんですけれどキリスト教はそういうものを与えませんねキリスト教は人間が作ったもので しかし福音というのは神が私たちに提供しているものです神学書とか教理というのは人間が作ったものですしかし神が与えたのは教理でも神学でもない神が与えたのはキリストを与えたんですよ。私たちはこのキリストとつながってなければ私たちの信仰には実質がないし罪の赦しにも実質がない生活にも実質がないんです ですから私たちはこのキリストの復活の命で生きる義人は信仰によって生きるという言葉が誤解されていて信仰によって救われるそれはその通りなんですけどそれでおしまいですもんね多くの場合信じて洗礼を受けました信仰によって救われますってそうなんだけど聖書はいや信仰によって生きるんだよ from beginning to the ending 最後の最後まで 信仰によって生きる信仰っていうのはダイナミック命っていうものはダイナミックですから25年前にキリストの命を受けましたってそれで固まってるわけじゃないですものね絶えず絶えず私たちはこの命の供給を生きながら生きるんですよね。それでないとまあ2,000年前にキリストが墓から蘇ったって言ったって大した意味がないなぜなら実質がないから。 つながってないと命と命の結合がないとこれは実質がないわけですねしかし今やキリストは眠ったものの発音として死者の中に「キリストはよみがえったんだ!」というだけではなくして初歩として蘇ったまあカリフォルニアの素晴らしさは特にまあ中西部に行きますねフレ,ンスフレスノというところは。 まあ、日本人の豪農が住んでいるところでありますけど見渡す限り麦畑お米畑ですよアメリカのほとんどのお米はフレスノで疲れますけどあの高速道路を走ってると見渡す限り麦畑あるいは米ですねずっと何キロも何キロも何キロもずっとですねお米畑ですよ。それで今頃秋になると。 それがゴールデンヒルって黄金の丘になるんです金色にで太陽の光を分けて穂が揺れ動くはもう黄金が揺れ動いているように美しいんですね、えー、そして収穫のひと前にまだ麦は真っ青ですねひと一月ひと前に。 ところがあちらこちらにポツンポツンと黄金の方が生えている真、まあ、黄色な方が生えていてそして太陽の光を受けてフレスの場合はもう暑い場所で雨が降らない場所ですけれどもう黄金の色に穂が輝くわけですけれど、まあ、イスラエル人はその黄金の方をこう積んだわけですねそれは初穂ですそして束ねて神殿に持って行って神の前で振ったわけですこれ要塞振る え捧げの要塞として感謝したわけですねそして初穂の祭りをしてああ嬉しいな初穂ができたとこんなもの十分に食べるだけのものがないじゃないか食べるものはないんだけれど一月後に大収穫があるんだ大豊作だということを喜んだわけですよね。キリストは蘇ったんだけど初として蘇ったんだということはキリストがよみがえったということはその後に。 収穫があるいはよみがえりが続々起こるということですね。キリストは初。で初ほと一月後に収穫されるほどは全く同じです。全く同じ DNA ですね。全く同じのする麦です。キリストが初めによみがえっただけであって我々はキリストと同じよみがえりの命を持っているんだという。そしてキリストと同じ体によみがえるんだ ですから、まあ、シーダーが、えー、大工、まあ、ベートーベンが使った詩ですけど「兄上とならん」と書いてありますが聖書にイエス・キリストは私たちの兄となったキリストが復活した時に実はキリストはお兄ちゃんなったんですよねだからいいんですよ神学的に間違いない「お兄ちゃん」とか言って。 お兄ちゃんとととか言ってキリストと話すすことはできますそれは正しいっていうのは彼はお兄ちゃんだから。ということはキリストと私たちの DNA は同じであるというましてキリストのよみがえの体と私たちが霊の体よみがえの体をいただいた時にそれはキリストの体と全く同じ体によみがえるって神様って偉く気前よいなと思ってミコイエスキリストと同じ体によみがえるんだと聖書は言った。 彼は私たちの初子であり彼は私たちのお兄ちゃんなんですね。ここれがどんなにすごいことか皆さんに実感してほしていんですねっていうのは死人が一人の人を通して来たように死者の復活も一人の人を通していくこれはもう私たちよく分かっています。どうして自分がこの罪を犯しちゃうんだとかどうしてヘマをするんだ失敗をするんだどうしてまあね人間関係がうまくいかったり。 こうつまずいたり疑ったり憎しんだり恨んだりあるいは苦い気持ちを持ったりこんなそれは悪いのは分かってるけど私たちが知ってるのは実を言うとうん罪人が私のうちに住んでてこの罪人がやっちゃうんだよねっていうことを私たちよく分かってますよ。自分は決断する「壊るべきじゃない」「壊しない」「私は絶対しない」っつってもやっちゃうわけですね。 そういうい思いは抱かないもっっ思い抱い抱ちゃう。というのはアダムが私たちのうちに住んでいてそのアダムが差し合うという面がありますね決心しても努力してもなかなか、うん、この一人の人アダムがなかなか悪さをするんだということで死が一人の人を通してきたということを私たちよく知ってます。どどれほど私たたちは主者の復活も1人を通してきたんだ キリストを通して死者の復活が来たんですね。私たちのところに死者の復活は来たんですよもうすでに。えー、ですから現在がいろいろ悪さをするでもキリストの復活がいろいろ素晴らしいことをしてくれるわけですね。さあ飛ばしましょう、えー。40節をご覧ください。えー 40節に、また天上の体もあるって、これは天体のことですね。太陽とか月とか星のこと、天上の体、天体があり。地上の体もあり、天上の体と地上の体の栄光は異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえる。 えー、このギャップがすごいなと思って私たちの今の体は朽ちる体です、ね、もう私の年になるとしみじみそれを実感しているわけですけどこれは朽ちる体まあ大成功者っていいましょうか王様とかね皇帝とかそういうふうに呼ばれる人たちは死にたくないとこんな財産を持ってこんなお城を持ってこんな権銀を持っても。 死ぬ時は持っていけないわけだということで中国の王様もそうですエジプトの王様もそうです何とかして死にたくない不死を見つけたいって言って家来をあちらこちらに使わして不死の泉を見つけてこい不死のね水なり酒なり持ってこいというそういうわけでひたすらですねお金のある人たちは莫大なお金をかけて死んだら意味がないわけだから死なないにはどうしたらいいかという。 しかし成功した人は一人もいないですね。でこれは「朽ちる」「朽ちる体だから」えー。まあ5年なかなか10年寿命を伸ばすことはできないでしょう。やがて死ぬからですが朽ちるものでまかれないのに朽ちないものによみがえるという癒やしいものでまかれ栄光あるものによみがえる。 弱いものに巻かれ強いものに血肉の体で巻かれ御霊に属する体御たの体によみがえるんだってこの半端じゃないギャップをどうしたらいいかという日本人は本当にこういう考え方ができないですよね。我々は勤勉で、えー、真面目な人たちでだいたいコツ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 と努力してそして目的に到達するこれは本当に日本人の立派な面ですね。で どうもコツ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 一歩ずつこう歩んで目的に向かうという考えですから一発でここの地点から一瞬のうちに到達点についちゃったみたいななかなか我々の頭では考えられないでしょうでも福音っていうのはこのすごいギャップですね50年間罪の中に来てもしかしたら犯罪までやったかもしれない、ね、で伝道者が 牢屋に来て、あんたキリストを信じたら、過去の50年間の全ての罪は許されない。<laughs> 全ての罪は清められ、何したらいいんです。信じればいいんだよ信じればこの50年間を返せば全部許されるんですが、はい、そうです。ってこれちょっとギャップがすごいギャップですねえ。どうしてそんなことあり得るの、えー？神は罰しないよ。と、えー、神は騒がないよ。神はもうあなたを許すんだよ。 そんなことちょっと信じられないですよねでもこれほど福音っていうのは激しい福音ですね過去の50年間の罪全部清められちゃう全部許され真っ白になっちゃう今日から新しく始めることができるんですよあなたはなんと霊的に今日キリスト教に生まれ変わっちゃうんですよ ほとんどの宗教は一歩ずつきちっとしてまあキリスト教だったら教会行きましょうね聖書を読みましょうねお祈りを覚えてまあいろんなことして一歩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 そしてえ10年ぐらいやって救われるみたいなまあ10年は早い方ですね他の宗教ならばなかなか仏教ではネバダっていいますけどね悟りを広く境地になかなか行けないじゃないですかほとんどはいけないほんの少しだけ。 レバダに入るることができる私たちはどんな人でもいいんだよどんな過去でもいいどんな罪もかえ信じたらそれで許されるんです何というギャップがあるんでしょうねでも福音っていうのはえらく気前のよいものらしい、えー、癒やしい体でまかれ栄光の体に蘇るんだ究極的な言葉が45節ですね。 聖書に最初のアダムは生きたものとなったと書いてありますが最後のアダムは生かす見たものになりましたアダムっていうのは人という意味ですだから最初の人アダムですね神様が地の塵からアダムを作って、まあ、動かなかったものですから神様はその鼻にご自分の命の生きスピリットを吹き込んだ人は生けるものになったっていうそれで、まあ、我々のことを体のことを考える時に 体が体を生かしてるんではなくしてスピリットが体を生かしてるんですよ、ね、スピリットそれで私たちのマインド精神といいましょうか私たちの思いというか私たちの意思でも感情でも実を言うとスピリットがスピリットが生かすんですスピリットが生かすとどうなるかというと若者は夢を見老人は夢を見る 若者はビジョンを見るというねこうクリエイティブな、まあ、幻想というか空想というかイマジネーションというのが活発になるんだよねこれはすごく大切ですね。えー、私たち日本人は作野ばっかりが計算ばっかり強くなっちゃって算数ばっかり上手になっちゃって、えー、まあ損得とか こうする場になってこう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 いう考えが強いんだけど私たちの思いは一瞬のうちにわしになって空を飛びかけることができますよ。でで霊が来ると神の霊が来ると私たちのマインドが偉くクリエイティブになっちゃうっていうんですね。そして自分の姿は になることる、ね、なることとももででききるるるしネズミになほどそういう空想力を神が我々与えてそのようなイマジネーションが私たちのクリエイティビティね。で確かに勤勉にしなきゃ何も起こらないんですけどまたこのようなイマジネーションがないと全く未来が見えないわけで,で神様はこうご自分の命,の命を吹っ込んだら 生けるものとなったそしてこのスピリットは私たちの前だけじゃなくてあなた方は知らないのかあなた方の体は神の死んであって御霊があなた方の中に住んでいることを知らないのか体の中に住むという重い中だけじゃない体に住むんだ繰り返し繰り返し聖書「体に住む体に住む体に住む」体に住むって書いてあります。 このの体を生かすのはスピリットだと。年取ることは怖くないなぜならスピリットが体を生かすんだからボケることは怖くないなぜならスピリットが脳に働いてくれるんだから車に椅子になることは怖くないなぜならスピリットが私たちを生かすんだからそうですねで最後のアダム生かす見た目う究極的に まあ2000年前にイエス様は地上においで下さって人を癒したりね許したりえこう奇跡を行ったりいろいろして下さったけど今はこのキリストは生かす御霊だ我々クリスチャンは生かされて生きるわけですからこのキリストは生かす御霊となってこの御霊が私たちのうちにあってこの御霊が私たちを 生かしてるわけです,ですから私たちは生かされて生きるわけで、まあ、私の信仰は全く他力本願自力本願と他力本願あって、まあ、自力本願は一生懸命に訓練して誠実してそしてまあ救いに到達するんでしょうけどまあ私はありとあらゆることで他力本願ですものねもうキリストだけキリストによって、えー 命を体でキリストによって救われて罪をですねキリストに見霊を与えられて力を与えてもキリストにやって与えられてそれだけではなくしてこの空気もそうだしサンシャインもそうだし雨もそうだし水もそうだしあるいは多くの人々の親切さ愛とサポートによってねスタッフのおかげだったり家族のおかげだったり友達のおかげだったりみんないろんな人のおかげで生きてるわけですから全く私はもう他力本願ですね。もう本当に 依存してて生きてるんですねもう依存症です私はありとあらゆることにおいてねなぜキリストが生かす御霊になったとですから57節見てくださいしかし神に感謝すべきですどうして <laughs> 私の口から感謝とかありがとうっていう言葉がもう止めどもなく出てきますよー どうして日本、まあ、韓国に行ったらもう韓国語はよくわからないからでしょうけどしょっちゅうかさだ「感謝みたいそういう言葉ばっかり聞くか感謝みたい」ってうしょっちゅう韓国語に「感謝します」っていう言葉を使いますね韓国に行ったらアメリカに行ったらもうサンキュー「サンキュー」「サンキュー」「サンキュー」「もう途中「サンキュー」っていう言葉が出てきます日本では本当に少ないですありがとうっていう言葉本当に少ないです 例えば給仕してもらってお茶をついてくれる女の金払ってるから当たり前じゃないかねウェイターに「ありがとう」なんか誰も言わない日本人アメリカ人はみんなウェイターに、えーね、水持ってきたらみんな「サンキュー」って言うしコーヒーついてくれたら「サンキュー」って言うし、ね、もう「サンキュー」だらけで日本人は本当に「サンキュー」って「ありがとう」って言わないそれはなぜかというと結局自分はこんなによくできるとか。 頑張っててるるととかか努力してるとか自分はこんなにできるとかできないとかあの人にもできるとかあの人の方ができるとかそん,なそんなことばっかり考えてるわけですね。もう自分ができる,できてるんでというこんてると意識でで生きすろは私のように他力本願になって何でもかんでも、えー、皆さんにやっていただいてありがとうありがとうありがとう全部全部キリストのおかげ全部神様全部。 もう本当に楽ですよ、ね、みんなやってもらってるだけだからだから感謝ですね今日はアメリカでは「感謝祭」の礼拝をしてるわけですけれど11月の、まあ、23日前後に木曜日ですけれど「感謝祭」を送られますねで私たちも45人ほどのものが集まってパーーティーをひ礼拝もしましたパーティーもしました滝を食べて まあ、あの感謝祭の若い人たちが出身になって、えー、金曜日やりまして本当に楽しいあ昨日はゴスペルの大会もありましたけれど大きな喜びと感謝がありましたね昨日、えー、それでまあダビデは我が魂を死を褒めたてようとそのすべての恵みを忘れちゃいけないっていう恵みを忘れちゃいけないで我々のようにして自分がどうかっていう言葉 考えて自分が頑張ってる自分の方がやってる自分の方が努力してる自分が自分が自分だからもう感謝が出てこないんですよこんなに恩恵に預かってるこんなに愛されてる自分を愛されてるっていう自覚を持った日本人は少ないですね。私っててこんなに愛されてるの こんなに祝福されてるのこんなに人々から助けてたこんなに人々が支えてくれてるのって意識はほとんど日本人ないですよ。自分がどうだか自分がどうだか自分がどうだかもっと頑張んなきゃ自分がどうしなきゃこんなに恩恵を受けてますよねだから「神に感謝すすべきですなぜ?」「神がこんなによくしてくれたから」 自分の人生を振り返った時にたくさんの失敗やチョンブやバカなことをやってきましたけれどいや本当に神に感謝すべきですねこんなに神がよくしてくれた、ね、神は私たちの「主キリストイエス」には私たちに処理を与えてくれた「えっ処理までただか」という、ね、救いはただだった許しもただだった精霊もただでいただいた え勝利までただなんだっていう与えてもらうわけだから多くの人は戦ってるんですということで、えー、先週は負けてたんですけど今週は勝ってますとかねまあ勝ったり負けたりでまあ去年は勝ってたんですけどね今年はどうも負けてましたね。だから 自分が戦ってるとそうなるんですね。自分が戦ってる、勝ったり負けたり勝ったり負けたり、自分が。で、勝利っていうのは与えられてんだよっていう。え勝利まで与えられている。空気も与えている、水も与えられてる、サンシャインも与えられてる、キリストも与える、癒しも与えられてる、救いも与えられてる、罪の許しも与えられてる、もうパワーも愛も喜びも全部与えられている。勝利まで与えられてる。だって私、戦ってないのに。我々は戦って勝つんじゃなくて、 私たちは勝利を受けるだけなんだという戦ったのはキリストでキリストがあの十字架で勝利をしてくだっす神様に全く従って私たち全世界の罪のあがないを完成してそしてよみがえってキリストは勝利をされた私たちの勝利はそれに乗っかっているだけですもんねキリストを信じたら何ていうのキリストと一つになるキリストに一つになる キリストは勝利者だからついでに私たちも勝利者になっちゃったわけですキリストが勝利者だからまあ私はアメリカのバスケットボール大学のバスケットボール試合見ますよねそれ自分のチームが勝つとんて言いますか We wonWe wonWe won だってあなた何もしてないでキャンカスに座ってるだけじゃないボールに触れたわけでもないのにでも自分のチームが勝つと ア n っ我々は勝った」って言うんですね「我々は勝った」ボールの手にされてないのに「勝った我々は勝った」って興奮します、えー、私が行ってる行った大学はもう岸ヶ谷みたいな冬なのに真っ裸になって応援に行くんですね男たちそして自分の体をもうブルーの色に塗るんですよ真っ,真っ青に塗りますそして、えー チ <laughs> ェシスティフスティっていうのはコーチの名前でビレッジっていうのをつってそれはもう草の上ですけど草の上に冬中冬ですねテントを張ってわざわざ試合時間まで待つんですで試合が終わって勝ったらみんなビールを開けて一晩中大騒ぎするんですね we won, we won, we won, we won. キリストが勝ってだから私たちは勝って。 このキリストが勝利を与えてくださっただからいつも勝利ですっていうのはキリストがサタンに勝った勝利はもう動かすことのできない事実だからある面で十字架にかかる前まではキリストはやっぱりやめとこうっつってガレラの帰ろうかなって帰っちゃったかもしれないねだからその時点において敗北したかもしれない でもすでに歴史的事実をしてキリストは十字架に行ってよみがえって勝利を確立させてその勝利は私たちのものですねどうしたらいいんですかですから私の愛する兄弟子は固く立ってだから我々は叩かなくていいんですよ勝利の上に固く立てばいいんですね立つだけ仁王立ちになるキリストの勝利に私は勝利者だキリストが勝利者だから キリストが勝利者だから私は勝利者だ私たちが人生に勝つのはただって勝つんではなくして私たちは勝利者だから勝つんですよ多くの人は勝利したら勝利者になるというこれ世の中の考え方ですね戦って勝利したら勝利者になるで聖書の考え方はそうじゃない私たちは勝利者だから勝利をする私たちは勝利者だってね勝利。 なかなかかなななこれがわらないんですねなぜかというと勝利っていうのは何だろうという勝利っていうのはやっぱりいい大学に入って卒業していい企業に勤めてあるいは公務員になってそして安定した仕事した安定した給料をもらってできたらね課長とか部長になってチームを得て。 そういう人って勝利者だよねって当然給料も高くなるし当然いい家にもするし車に乗するああいう人たちが勝利者と思ってるからなかなか自分は勝利者って実感ができないんですよプラトンが正しかったかもしれないみんな幻想ていうか見てるものがちゃんと見てないんですね一体何が勝利者か私にとって生きているって素晴らしいのがとにかく勝利者で 女のお金持ったってマンションに住んだって高級車に乗ったって生きてるって惨めだよなとか生きてっ寂しいなとか生きてて苦しいなとか言ったらなかなか勝利者じゃないで。どういう状況だっても生きてるって素晴らしいっつったらそれは勝利者ですよ、ね。キリスト教って何ですか。あ,あそうやって生きてること素晴らしいじゃないですか。苦しみがないからじゃない悲しみがないからじゃない辛いことがないからじゃない失敗がないからじゃない。 つまずきがなないい、からじゃない病気にならない怪我がないことじゃないキリストが共にいることなので生きているって素晴らしいんですこれが勝利者ですパウロの言う勝利者というのはキリストとつながっていることこれが勝利者ですねだから死も性も高いものも深いものも、えー、現在あるものも これから来るものもどんな被造物もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができないこれが究極的勝利宣言ですキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできない人生はいろいろある突然悲劇が起こるしかしどんなことであっても キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないこれが最終的な勝利ですねそしてこのようなキリストと結ばれているキリストから来る愛キリストから来る力があるならばもう感謝感謝というのは感謝するとエネルギーがやってくるんですね霊的なスピリチュアルなエネルギーがやってくる 希望が増してくる結局エネルギーで満ちくるエネルギー満ちたら何かやりたいわけですどうしたってねだからいつも主の技に励みなさいっていう結論でパウロが言いました「私は教会を迫害したもんだから人と呼ばれる値打ちのないものである」しかし神の恵みによって「今日の私になりました」「この神の恵みは少しも無駄になることない」どの 人よりも私は多く働いてきましたけれどしかしそれは私ではない私にある神の恵みなんだ恵みなんだってだから私じゃない私が働いてきた神の恵みが私を動かしてきたんだよ神の恵みはエネルギー神の恵みはパワーだよね恵みって何ですかもう恵みってのはただで受けるしかないのが恵みです お金払ったらそれは報酬であってもう恵みじゃない労働したらそれは労働の報酬であって恵みじゃない恵みっていうのはいつもただで受けるものです私のうちにあった恵みなんだ恵みがこれをしたんだだからエネルギーにボロッチーパールの体がエネルギーに満ち溢れていて主の技に励んでいたわけですね。 あなた方は自分たちの労婦が主にあって無駄にないことを知ってますというまあ,あの牧師会など参加してみていろいろな皆さんの話を聞くとつら、まあ、いですね牧師たちは今の日本の教会というか日本人が、えーまあ、キリスト教に背を向けてるキリスト教だけじゃなくてもう宗会とか立教構成家たち盛んな宗教がどんどんと人数が減ってるらしいですね勢いよく。 日本全般に宗教は怖いっていうか宗教はダメだっていうかそんなものがあってそれが宗教全体が人気なくなってきてるわけです。ね、でまあキリストが今日が一番煽りを受けてるんでしょうねだからなんか教会人来ないな増えないなというで教に属すればもっと増やさなきゃいけないっていうしね毎月毎月報告かけなきゃいけない礼拝に何人来たとか献金などからもうしょっちゅう報告を書いてその報告を書くのがつらいっていうから。 まあいっそのこと今月は50人洗礼受けましたって書いたらどうですか <laughs> 私だったらそうするけど <laughs> いいかげんなことを言ってきましたけれどもう74歳になったら何言っても許されます <laughs> 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 うんそれで辛つらいんでもう「教会成長」っていう言葉が一番牧師を苦しめてますよね。もう 的外れなんですよね私パウロは「このキリストを伝えるんだ」って言ったのに「キリストを伝えるんだ」って言ったのにだったら教会が大きくなるかだったら新しい街道が変えるか私だって大きくしたいし街道が欲しくないって言ってないんですでもそういう焦点になってそれでなかなか街道なんか変えないしなかなか教会人数増えないですもんね。 教団は増やせ増やせっていうし牧師の仲間に行くと「あんた何人ぐらい教会来てるとか何人洗礼受けた」そういう話ばっかりになるのでもう本当につらいんですね私の牧師はさすがでした柴又っていうのは <laughs> ものすごい田舎ですよね東京の田舎っていうか日本の田舎みたいところですよそこで借りをして2階で住んで1階の畳でね礼拝して30人ぐらいですよね もっとお医者さんで「私は栄光の道を歩んでます」と言った1 5 6歳の私によっては分かりづらかった「えー、医者やってたら栄光の道じゃないの」「どうしてこんな貧乏生活しなきゃいけないか」でも彼は本当によく知ってたんで「私は栄光の道を歩んでます」って言いましたねなぜならば自分たちの老苦が主にやって無駄に結 かとか効率ばっかり考えて何人来た何人集まったどれだけ献金があったどれだけこれうそうこ考えるから強くなっちゃうんですね。さ、え、や、ー、まで9月から、えー、家庭集会が始まってあの片道かなり混むからカンパチ混むから2時間ぐらいかかっちゃいますものね。私のお話は45分でちょっとこれ効率悪いんじゃないかな。<laughs> まあ。 あらかじめが全部でやっぱり時時間7時間かっちゃいますもんねそれから、えー、軽井沢の方で始まりましたので月1軽井沢に行く、えー、45分のお話のためにかなり効率が悪いそして名古屋今度は来年,来年から月1度京都に来てくださいっていうね、えー、これって効率が悪いそんなことを考えるから嫌になっちゃうんですよね電動が。 もうできることがいいじゃないかやってれば結果を求めるるから苦しくなっちゃうんでですよだからねできることをやればいいっていうできないことは心配しなくてもいいできることをやればいいもう気楽にやればいいっていう感じですね。で私たちはただで受けたからただで与えるだけで私は感謝だ感謝だって言ってもう無題化で何でもかんでも神様の恵みを受け入れて。 そうするとエネルギーが湧いてきてどうしたって動いちゃいますよねエネルギーがあると動きたくなるからそして主の技を励む、えー、わけですけれど、まあ、最後にこの54節はパワフルですね「しっかり朽ちぬ者が朽ちない者を斬死ぬ者が節を切る時死は勝利に飲まれたと記されていると」とそうですね 私たちは死がすべてを乗り込んでしまう。あの美しい体を飲み込んでしまう。私の義理の息子は四十二歳でしたよね。そして町田さんの息子さんは三十一歳で、ニューヨークで亡くなりましたけれど。なんか死が全部のあの美しい体、そして、ね、教育、何十年教育を受けたか。彼はミュージシャンでニューヨークでミュージカル どどれほのの練習をしたのか、ね、死が全部飲み込んじゃったいやそうじゃない復活っていうのは命が死を飲み込んでしまうんだうすごいですね命が死を飲み込んじゃうんだ飲み込むっていうのは非常にパワフルですねここにお水がありますけどこれ私飲み込んじゃうとお水がなくなっちゃうんですね今全部飲み,飲み込みませんけど。 こににあっったものがなな口に入っちゃう渡辺先生が少しでも毒を持ったら死んじゃいますものね。<laughs> <laughs> 信頼してるから飲んでます <laughs> だから飲み込むってす血と肉になっちゃうんですよね体の一部飲み込んだものが。でこれですごく覚えてるのはもう子どもの頃玉ねぎ食べるのが嫌で嫌で。 で小学校の時僕たまねぎ大好きっていう人がいてびっくりしたこと小学校の思い出はたまねぎ好きな子がいるんだってびっくりしてもう一つ人参のね、もねお母さんもこう人参んじんがもう,もう口の中で臭くてもう噛めないんだよって言ったら母親が「そんなら飲み込みなさい」って,って <laughs> <laughs> 飲み込んでも栄養は変わんないのよ」とか言って <laughs> すごいですね飲み込んじゃうっていうのは。 こうくんと飲み込んじゃうっていうのはすごいことだなと思ってキリストの命が復活の命が死は飲み込んで死は滅ぼされるんだと書いてありますね最後の敵である死も滅ぼされます死が滅んじゃうなぜならキリストがよみがえったからですね私たちはこんな圧倒的な命を持ってます復活の命ですこの命やっていきましょうお祈りします